え今度、職域接種でコロナワクチンを打つのですが、同じ部署の半分は打たない方を選びました。僕自身、ワクチンの副作用よりもコロナにかかる方が効率が高いので打った方がいいと思ってます。ワクチンを打つ、打たないことのメリットとデメリットを教えてください。まあ、あのワクチンを打たないであのコロナにかかってしまった場合って、ワクチンを打った時よりも重症化する割合が高いんですよね。 で、あの、別にコロナがかったとしても、その30代、40代とか別に死なないじゃんっていうのは、まあ、それは正しいんですよ。あんまり死なないんですよ。ただ、あの、後遺症残ってる人って、結構残り続けるんですよね。だから、ちょうど、はちみつじろさんの、あの、記事を見たんですけどまはちみつじさん50代ですけど、あの、芸人さんで、はち次郎さんっていう人がコロナになって、で、8日間意識不明になって、で、一応もうコロナ自体は回復したんですけど、ただ、後遺症で、その息切れがずっと続いてるみたいな。 要はその肺があの繊維化してしまって、そのもう普通に歩くぐらいでも息吸うの苦しいよねっていうのが一生続いたりするんですよね。 なので、あの、は、その、まあ、ならない人もいますけど、もしなっちゃった場合で、その、まだ味覚治りませんとか、ハげちゃいましたとか、ずっと一生息切れですみたいなことになったりするので、で、そのワクチンを打ったデメリットって、そのアナフィラキラシーショックになる人っていうのが、その、あの、100万人に4、5人いるんですよ。 で、100万人に4、5人で、そのアナフィギュシーショックになりましたって言っても、あの、ま、職域はわかんないですけど、基本的にはそのコロナワクチン打つところって病院だったりとか、お医者さんがいる場所で打つので、その、まあ、あの、何かじゃあショックになりましたって言っても、その、あの、エピペリン、エピ,エピペン打って、ま、その、大丈夫ですよっていう状態に戻せるので、そのアドレナリンみたいなんですね。っていうのがあって、なので、死ぬことほぼないんですよね。あの、先進国の場合は。っていうのがあるので、僕はコロナワクチン打った方が安全だなと思うんですけど、 ただ、ま、あの、これだけその世界中で、そのなんかあの、何億人っていう人がワクチンを打っていて、で、その日本人でももう、1000万人ぐらい打ってんのかななんかそろそろ10%ぐらい打ったんでしょで、あの、フランスだともう、あの40、40%以上打ってたりするんですけど、まあ、別に打ったことによるなんかものすごい被害になった人っていうのはあんまりないんですよ。で、あの、僕の知り合いの原田陽平さんのお父さんが、その、あの、コロナのワクチン打った結果、まあ、結構、あの、いろんなきつい症状が出たっていうのもあるんですけど、 で、あの、まあ、コロナが原因かどう、コロナワクチンが原因かどうかが、まずわからない問題というのもあって、あの、注射を打つことで、その、体が麻痺しちゃう人っているんですよ。一定の割合で。要は、その、あの、金属の棒を体に刺すっていうことで、で、それがショックになってしまって、で、そこでそのショックがたまたま運悪く、その、麻痺を起こしてしまうっていうのが、もともとあるんですよ。ものすごい低い確率で。 で、それは別にコロナじゃなくてもインフルエンザワクチンでも起こるんですけど、っていうのがあったりとか、あとそもそも論、あの他のワクチンでもあったんですけど、その、普通にワクチンを打とうが打,打たまい、打ちまいが、あの、何かの病気に突然なることってあるんですよ。あの、迷走神経症ですね。 いやそのね、あの例えば、じゃあコロナワクチンを打ってなかったとしても、あの、癌になる人っているじゃないですか。で、たまたまがんになりましたと。で、コロナワクチンを打った後に、たまたま1週間後にがんになる人っていうのも一定の割合でいるんですよ。えっ、ー、と、迷走神経反射ね。はい、それです。はい。